おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ということで今日も元気にサカツクやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さて今回ですね、何やっていくかと言いますと、ここ1週間ぐらいでですね、ツイッターとあとはこの YouTube の動画で多分ね、合計で15人ぐらいの方から、今シェフチェンコガチャとフィーゴガチャとクリロナガチャ来てますけどどれがいいですかっていうことをいただきました。特にツイッターの方でね、結構メッセージいただきまして、ちょっと動画遅くなってしまったんですが、今回はですね、この並び立った3つのガチャでどれ引くべきかっていう話をしていきたいと思います。さあ早速やっていくんですが、その前にね、まだチャンネル登録済んでないよって方はポチッとチャンネル登録ボタンを押していただければ幸いです。さあ今回やっていくんですが、まず最初にですね、今回のこのガチャどれ引いたらいいんって話なんですが、無課金、微課金、初心者の方向けに話をさせていただきます。ハイ課金の方、重課金の方はもうどのガチャもバチコン引いていただいてね、世界にお金落としていただいて、このゲームの開発にお金回していただければと思うんですが、なかなかね、スマホゲームにそんな課金できないよって方たくさんいらっしゃると思いますので、そういう方向けに話していきます。なんでそれを踏まえて聞いていただければなと思うんですが、まず結論から述べましょう。どのガチャがいいかって言ったらフィーゴガチャです。その理由をこれから述べていきます。まずシェフチェンコガチャ、フィーゴガチャ、クリロナガチャの中でそれぞれの特徴をちょっと解説していくんですが、このシェフチェンコガチャの特徴は、圧倒的な優秀さを誇るシェフチェンコが一人いて、残りの選手は基本的にはリザーブで使う場合か、あとは現在必須のプレースタイルではないってことを覚えておいてください。なんでスタメンを引くガチャではないです。どちらかといったらリザーブを揃えるガチャ、またはシェフチェンコを引くガチャです。で次フィーゴガチャの特徴なんですけれども、フィーゴガチャの特徴はそれぞれの確率が 1% の選手が10人いて合計 10%、 現在来ているカウンターと中央突破のそれぞれの環境を取っているフォーメーションコンボでスタメンで使える選手たちが出てきます。はい、じゃあ最後にクリロナガチャの特徴に行きましょう。クリロナガチャはポルトガルの選手が8人それぞれ 0.75%、 合計 6% で現在環境を取っているカウンターのフォーメーションコンボでスタメンで使える選手が出てきます。さあこの時点でですね、もう皆さんお分かりでしょう、シェフチェンコガチャは引かなくていいです。っていうのも無課金微課金でやってたら、私も以前そうだったから分かるんですが、まずそもそもスタメンに優秀な選手が揃わない、それを揃えるのが難しいってなった時にリザーブ引いてる場合じゃないんですよね。なんでシェフチェンコガチャはちょっと一回もうお預けです、切りましょう。でじゃあシェフチェンコでもええやん、強いやん、欲しいやんっていう場合なんですが、ちょっと待ってくれというところでですね、カウンターのセンターフォワードフィニッシャーはもちろんシェフチェンコほどではないんですけれども、超絶優秀なギャリー・ミューレンっていう選手がいるんですね。もうこの選手がね超優秀、ごめんギャリー・ミューレンって呼んだけどギャリーじゃないかもしれん、とりあえずミューレン、ちょ知らない、ここ回復持ってて、でなかなかねこの選手のすごくおすすめできるところは、無課金の方ってリザーブ揃えるの大変じゃないですか。私も本当にカウンター、今でこそインモービルがいてセンターフォワードインモービルに変えますけど、マジで基本的には優秀な選手はフルで使いたかったんですよね昔で。そういう時に特に思ってたのがマジで回復欲しい。でこのミューレンはここあるのでオフェンス能力中アップもあるし、回復があるから選手交代なしで90分使えるんですよね。でかつフィニッシャーっていうプレースタイルだし、シュート能力が AAB で上がってて、スピードパワーフィジカルも両方 A で上がります。トラップキープも B で上がるので、めちゃくちゃシュートに特化してテクニックフィジカルが高いっていうね、もうボール預けたら決めてくれるってタイプの超優秀な選手です。で同じようにじゃあカウンターエスタシオおるやんけ、エスタシオ欲しいやんって方もいるかもしれないんですが、エスタシオの場合は大舞台に強いフィジカル、シュート AA、ドリブル AA、スピード BB、パワー B ということで、ミューレンよりもバランスのいい選手ではあるんですが、ミューレンの方がより得点に特化してるし、エスタシオが魅力的なのはおそらく皆さんポルトガル染めでポルトガル人だからだと思うんですよね。でも数ヶ月でポルトガルの環境って終わります、絶対。その時にポルトガルの環境が終わってもなお強い選手の方が絶対いいんですよね。特に無課金だったら総合値7000超えの優秀なストライカーとか優秀なフィニッシャーってマジでレアなので、その選手を染めが終わってからも使いたいってなったらミューレンの方がおすすめです。じゃあミューレンの存在とかも相まってシェフチェンコは終わりです。終わりっていうか、いらんいらなくはないよ、超強いんだよ。ただ無課金微課金だったらちょっと今回シェフチェンコはスルーしましょう。じゃあフィーゴかクリロナで、なんでフィーゴの方がいいのって言った話なんですが、ここには理由が
3つあります。まず1つ目の理由いきましょう。フィーゴもクリスティアノ・ロナウドもレーン特徴とキーマン特徴をそれぞれ持っています。スキルは優秀、能力値も優秀、お互い強い。赤ポジションも2つ、フィーゴはライトウィングとライトミルフィルダー、クリルナはセンターフォワードとレフトウィング。まあ汎用性で言ったらクリルナの方があるんですが、なぜフィーゴを使っていたところの理由はこのオレンジ色の特徴にあります。フィーゴの切り込みの支配者の場合は自分自身がライトウィングの時にセンターフォワード、レフトウィングがカウンターだったらドリブルシュート、チューアップ、ドリブルスキルで発動率ダイアップ。クリルナのセンターの番来は自分自身をまあとりあえずチームに入れておきさえすればキーマンに設定してもしなくてもキャプテンに設定してもしなくてもセンターフォワード、 OMF、 アンカー、センターバックの選手のスピード、ドリブルをダイアップなんですよね。これ単純な話なんですが、フィーゴの方がこのオレンジ色の特徴を発動させるために必要なカウンターの選手の数が少なくて済むんですよね。フィーゴがライトウィングにいるときにセンターフォワード、レフトウィングの選手だったらカウンター2人でいいですよね。クリスティアノ・ロナウドセンターフォワードに仮に置いたとしても OMF1 人、アンカー2人、センターバック2人で合計5人カウンターの選手が必要になります。それだけチームが潤っているのであればいいんですが、なかなかね、いやいや、そんな全部カウンターの優秀な選手で揃えられんわと。例えば OMF にはカカを置きたい、センターバックにはマグワイアを置きたい、ジョン・ストーンズを置きたい、アンカーには誰だろうね、ちょっと今パッて思いつかないけど、最近出てきたセンジャーズ・カズミラを置きたいとかね、いる場合に、じゃあセンターの番来の効果って若干落ちるよね。それだったらフィーゴの方がいいじゃんっていうのがまず1点。仮にチームが全部カウンターで揃えられるんだったら、ここの部分はどっちでもいいです、好きにしてください。ただ揃えられないんだったらフィーゴの方が揃えやすいので、こちらは魅力的になります。さあ、そして2つ目がですね、純粋に確率が違う。クリスティアノ・ロナウドガチャの場合は星5の確率が 6%、 一方フィーゴの場合は星5の確率が 10% です。仮にフィーゴの方に欲しい選手が4人しかいなくて、クリラナの方に欲しい選手が5人いたとしても、他の3人と他の5人を切り捨てたときに、それでもクリロナの5人よりフィーゴの4人の方が出る確率が高いです。 0.75×5 で、3.75 かな、多分そんくらい、ちょっと私はアホなんで確率は分かりませんけど、まあでも多分そんくらいでしょう。 4% ないんですよね。でもフィーゴの場合は1人 1% なので4人で 4% に行くんです。もちろん全体の星5の確率が 10% と 6% で違うっていうのもあるんですが、それぞれこのガチャからね出てくる中で本当に欲しい選手っていうのがいると思うんですよ。例えばここで言ったら、私で言ったらクリスティアノ・ロナウド、カンセロ、デコーでした。このガチャの中で言ったら、あとペペか、クリルナ、カンセロ、ペペ、デコーが欲しかった。あ、ペペはそうでもなかったね。クリルナ、カンセロ、デコーだった。じゃあこの一方フィーゴの場合はどうだったのかって言ったら、フィーゴ、エジル、リベリー、カンテ、エルナンデスだったから、まあ純粋にね、欲しい選手の数もで勝負にもなるんですけれども、それでも基本的には星5の確率が高いこのフィーゴガチャの方が自分の欲しい選手が出てくる確率も高くなる。フィーゴとクリルナだけで比べても、もちろんフィーゴの方が 0.25% 高いですしね。これは結構バカにできない確率で、 6% ガチャ300連した私はマジでしんどかったんですよ。あのね、コメント欄で、いやお前そんな確率悪ないやん、運悪くないやんみたいに言ってる方が一人いらっしゃったんですけど、いや全然そんなことなくて、300連してクリルナ一人しか来なかったんですよね。300連してるからクリルナ一人でもチケット交換でクリルナの枚数増やせて、まあまあってなったんですけど、これ無課金美課金だったらマジでしんどいでしょって思うわけですよ。っていうところが1点。そして最後の3点目ですね。まず1点目が、特徴の、戦術揃いやすさで、2点目が星5の純粋な確率、そして3点目が戦術の話です。戦術の幅、クリスティアノ・ロナウドガチャの方は皆さんご存知の通り、現在来ているポルトガル染めの、スタメンを揃えるガチャになります。でフィーゴガチャの方はポルトガル染めとフランス染めを揃えるガチャになるんですよね。ワンチャンドイツ染めでもいける、まあ、ただカウンターと中央突破って分けた方がいいですね。2つの戦術でスタメンで使える選手が来るっていうのがマジで大きいです。やっぱり初めの方とか無課金とか美課金でやってると、そもそも優秀な特徴を持った選手を揃えることが難しくて、それを4つの戦術でやるってなったら超大変。ただこのガチャは例えばカンテとかね、パスカットはリベンジパスカットとかではないんですが、ただ5つの牌でフルで使えるし、奪還者、タワーパックル、パス、タワーとパック、日本語大丈夫か俺、タックルとパワーがダイアップで、ボールジャマーでパスカットとタックルスキル発生がダイアップね。で
カンテみたいな優秀な選手をフルで使えるって最近よくて、特にミッドフィルダーのスタミナ削るスキルがたくさん来てる中で5つの範囲マジで優秀なんですよね。でリベリーもいいし、エジルもいいしって考えた時に、カウンター以外の選手も揃うっていうところで私は、フィーゴガチャの方をおすすめしたいです。以上3点からですね、今現在来ているシェフチェンコ、フィーゴ、クリスティアーノ・ロナウドガチャの中では私だったらフィーゴガチャが一番いいと思います。ただこれはあくまでも私の意見なので、どうしてもクリロナが永遠やだとかね、もうペーペーがもうどうしても欲しいんやみたいな方はもうぜひクリロナガチャ引いていただければと思うんですが、マジで悩んでる、ギリギリまで悩みたいって方はですね、ちょっとね自分の中央突破に目を当ててみて、俺中央突破もう十分だわって思うんだったらクリロナでもいいですけど、中央突破も強化したいなとかね、ちょっとカウンターだけでそんな真ん中揃えられないなとかって思うんだったら、ぜひぜひフィーゴの方を引いていただければと思います。ちょっとね最後の方ね、舌がねもう回らなくてカミカミになってしまったんですが、今回の動画はこんな感じ。ぜひぜひね皆さん、参考にして考えてみてはいかがでしょうか。ってことでここまでご視聴ありがとうございました。皆様の良きゲームライフ祈っております。豆腐でした。バイバイ。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を済みでない方は、グッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると私の励みになりますのでお願いいたします。もしよろしかったら次の動画もね見てってください。それでは皆様の良きゲームライフを祈っております。豆腐でした。バイバイ。